新規バス、山崎町合所、山崎バスターミナルは、兵庫県思想市、山崎町加沢68の一に設置されている、新規バス及び、ウエスト新規のバスターミナルである。新規バス、山崎町合所に併設されている。思想市には、鉄道が通っていないため、思想市唯一の公共交通ターミナルとも言える。中国自動車道山崎インターチェンジに併設されている。 山崎バスストップからは離れている。市総市内への路線以外に遠距離の路線としては、姫路駅方面や阿蘇市方面のバスが発着している。なお、高速バスも発着しているが、こちらはウエスト新規により運行されている。東バスターミナルを発着する。一般路線は IC カードのニコパ及びアイコカ、ピタパが利用できる。バスターミナルを東側から撮影。 待合所内には、新規観光の案内所が併設されている。2011年10月1日より、思想市、辰野市地域の路線は、ウエスト新規により運行されている。新規バス以下は、系統番号が設定されていないウエスト新規以下は、系統番号が設定されていない付近はまた、思想市、山崎地区の中心部である。ありがとうございます。